FNS 歌謡祭 2002FNS 歌謡祭 2002FNS 歌謡祭はフジテレビ系列で2002年12月5日19時22時19分に生放送された通算31回目の FNS 歌謡祭 FNS 歌謡祭の木曜日での放送は今回が最後翌2003年からは水曜放送となる今回は放送時間が3時間19分と 歴代最長になったが、次回からは放送時間がさらに拡大、19時23時18分の4時間18分となる。ウィッシング・オン・ザ・セーム・スターを披露したアムロ・ナミエが音響側のミスにより、曲の途中でマイクの音量が変わるというアクシデントが発生した。スマップは裏番組、歌番に出演のため、今回の当番組は出演を辞退した。 今回は、同局のバラエティ番組、水中、ワンナイ・アールアールから誕生した音楽ユニット、クズが、FNS 歌謡祭初出演。今回のトップバッターは、松浦綾が、桃色片思いを披露して、大鳥は、浜崎あゆみが、ボイチを披露した。FNS 歌謡祭初となる、トップバッターと大鳥が共に、女性ソロアーティストが務めた。ジャニーズ事務所からは、トキオ、 キンキキッズ、V6、嵐、タッキー翼の5組が出演した。また、タッキー翼は FNS 歌謡祭に初出演となった。ありがとうございます。